池田屋事件。池田屋事件は、幕末の1864年7月8日、元治元年6月5日に、京都三条木屋町、三条小橋の旅館、池田屋に潜伏していた長州藩、土佐藩などの尊王攘夷発士を、京都守護職配下の治安維持組織である、新選組が襲撃した事件。池田屋事変、池田屋騒動とも言われている。近藤勇は、書面で、洛陽動乱と名付けている。幕末の京都は、政局の中心地として、尊王攘夷、勤王等の各種政治思想を持つ諸藩の浪士が潜伏し、活動をしていた。会津藩と薩摩藩による8月18日の政変で、長州藩が失脚し、朝廷では、公武合体派が主流となっていた。尊王攘夷派が、勢力挽回を目論んでいたため、京都守護職は、新選組を用いて、京都市内の警備や捜索を行わせた。5月下旬頃、新選組諸市長駅検監察の山崎進、島田勲らが、四条小橋上がる間町で、炭巻商を経営する、増焼右衛門、孤高俊太郎の存在を突き止め、会津藩に報告。捜索によって、武器や長州藩との書簡等が発見された。古高を捕らえた、新選組は、土方歳三の拷問により古高を自白させた。自白内容は、祇園祭りの前の風の強い日を狙って御所に火を放ち、その混乱に乗じて、中川宮朝彦親王を幽閉、一橋慶喜、松平容保らを暗殺し、孝明天皇を長州へ同座させる、連れ去るというものであった。しかし、自白したのは、自分の本名が孤高俊太郎であることのみ、という説もあり、孤高俊太郎について述べられた日誌には、自白内容の記述がされていないことから自白は、本名のみであった可能性高い。さらに、長州藩、土佐藩、肥後藩等の尊王派が、逮捕された孤高奪回のための襲撃計画について、実行するか否かを協議する会合が、池田屋か、四国屋において行われることを突き止めた。以の時、22時頃過ぎ、近藤隊は、池田屋で防御中の尊攘発士を発見した。近藤隊は、数名で突入し、真夜中の戦闘となった。20数名の尊攘派に対し当初踏み込んだのは、近藤勇、沖田総司、長倉新、東堂平助の4名で、残りは屋外を固めた。屋内に踏み込んだ沖田は奮戦したが、戦闘中に病に倒れ戦線から離脱した。また1階の東堂は油断して、鉢金を取ったところで額を切られ、血液が目に入り戦線離脱した。襲撃を受けた宮部定蔵ら志士たちは応戦しつつ、現場からの脱出を図った。裏口を守っていた安藤佐太郎、奥沢英介、新田川左右衛門のたちのところに、土佐藩脱藩、望月亀やたら浪士が脱出しようと必死でり、込み逃亡。これにより奥沢は死亡し、安藤、新田も1ヶ月後に死亡した。望月は負傷しつつも長州藩邸付近まで逃げ延びたが、追っ手に追いつかれ自陣した。同じく戦闘の末に脱出に成功した土佐藩、所山割義郎の長所が2009年に高知県が購入した土佐京都藩邸資料、高知県立坂本龍馬記念館像から見つかり、事件前後の様子が明らかとなった。太刀や袴を失い、普段から新選組は本物の太刀を持ち、敵の刀を切断したり、刀に裂傷を与える鍛錬をしていた同僚の石川純次郎が現場で凍死していたことにも気づいていなかったことから、戦闘の激しさが忍ばれる。新選組側は一時は近藤、長倉の2人となるが、土方隊の到着により戦局は新選組に有利に傾き、方針を切り捨てから捕縛に変更。9名打ち取り4名捕縛の戦果を挙げた。会津、桑名藩の応援は戦闘後に到着した。土方は手柄を横取りされないように、一歩たりとも近づけさせなかったという。この戦闘で数名の尊攘派は逃走したが、続く翌朝の市中総統で、会津、桑名藩らと連携し、24名を捕縛した。この市中総統も、激戦となり、会津藩は5名、彦根藩は4名、桑名藩は2名の即死者を出した。その後新選組は夜のうちに帰ると闇討ちの恐れがあるため夜が明けるまで待機し、翌日の正午、壬生村の屯所に帰還した。沿道は野次馬で溢れていたという。桂小五郎、後の木戸孝允は会合への到着が早すぎたので、一旦池田屋を出て、津島藩邸で大島智之丞と談話していたため、難を逃れた。談話中に、外の騒ぎで異変に気づいた桂は、現場に駆けつけようとしたが、大島智之丞に制止されたため思いとどまったと、桂の回想録、桂小五郎京都変動の際同省には記されている。ただし、鳥取藩士、足立清風の日記によれば、大島は事件前の5月28日に京都を離れ、6月5日の当日には江戸におり、6月13日になって事件のことを知ったとされており、大島が桂を止めたというのは事実でない可能性がある。それとは別に、京都留守居役であった野見織江は、手記に桂小五郎義は池田屋より屋根を伝い逃れ、津島屋敷へ帰り候ゆと書き残している。御所焼き討ちの計画を未然に防ぐことに成功した新選組の名は天下に轟いた。逆に尊攘派は、吉田利麿、北天吉妻、宮部定蔵、大高又次郎、石川順次郎、杉山松助、松田茂助らの逸材が戦死し、大打撃を受ける、後の新政府により彼らは俗に、殉難七士と呼ばれる。落命した志士たちは、三条大教頭の三円寺に、運ばれて葬られた。長州藩は、この事件をきっかけに激高した強硬派に引きずられる形で挙兵、上洛し、7月19日、8月20日に、禁門の変を引き起こした。近年の研究では、京都大火計画、松平容保暗殺、天皇拉致などの志士側の陰謀は、新選組による、鉄造、でっち上げであり、新選組の実力行使正当化や尊王攘夷派の信用失墜を狙った冤罪とする説もある。その理由として、これらの計画は、幕府側の記録にはあるものの、志士側の記録には一切なく、木戸孝允日記にも、新選組に逮捕監禁されている仲間、孤高俊太郎を救う他の会合、としか記されていない。証拠と言えるものは、土方に壮絶な拷問を受け、無理やり自白させられた古高が語ったとされる発言のみで、その古高も早々に処刑されており、客観的な証拠が乏しいことが挙げられる。また、近藤は故郷への書簡の中で、当日は病人が多く、人手が少なかったとしているが、事件直前に脱走者が多く出ていたためとする説がある。柴の小説、龍馬が行くなどでは、山崎進が薬屋に変装し事前に池田屋に潜入して探索し、突入前に、都の錠を開けたことになっている。しかし、山崎の確保があったならば、最初から主力を池田屋に差し向けたはずであり、山崎の名は報奨者名簿にはないことから、実際は、屯所残留組であったと推定される。近藤の書簡や長倉新八の手記、老子文久報告記事によると、当日は、近藤隊10名、土方隊12名、井上源三郎隊12名の3手に分かれて探索を行っており、応援に駆けつけたのは井上隊である。近藤の書簡によると、池田屋に乗り込んだのは、近藤、沖田、長倉、東堂、近藤周平の5名ということになっているが、長倉の手記や、事件後の報奨者名簿から推定すると、近藤、沖田、長倉、東堂、奥沢、安藤、新田、谷万太郎、武田勘流斎、浅野薫の10名である。桂の手記によると、池田屋での会合は、古高捕縛後に急遽決定されたものなので、事前に新選組が場所を察知していたとは考えにくい。長倉は、片っ端から探索した旨述べており、また、事件直前に、祇園の井筒屋に新選組が探索を行った記録が、あるため、実際には会合場所がどこであるかは把握しておらず、多くの場所を探索していたと考えられる。池田屋事件に出動した新選組隊士は、以下の通り、諸説あり、井上隊とも、土方隊とも、なお、当時所属していた馬詰新十郎、馬詰龍太郎はこの日に脱走したために不参加。など。事件後、尊上八氏をかくまっていたとして、池田屋主人の池田屋宗兵衛が捕獲され、獄死。池田屋も7ヶ月間の営業停止となった。その後、親類により、近在で営業を再開したが、後に廃業し、現存しない。元の池田屋は人手に渡り、別の経営者が、佐々木旅館として営業していたが、廃業した。1960年頃までは、当時の建物も残っていたが、その後取り壊され、跡地は、テナントビル、1978年頃は、ケンタッキーフライドチキンの店舗やパチンコ屋など転々として、2009年に居酒屋チェーンのチムニーが新選組をテーマにした居酒屋、海鮮茶屋池田屋花の前を開業している。当地には佐々木旅館の縁者が建立した池田屋騒動の史と刻まれた石碑がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。